アートフェスタの宣伝になるようなものとして千社札を作って、実際に木版画で刷ったものの札を制作させていただくということになりまして、絵師が富士見というキャラクターをモチーフに千社札、和のテイストを入れたデザインをしました。また背景に青海波という、いわゆる江戸の、模様を入れてるんですけども、永遠に続くとかそういう、縁起のいい柄なんですが、それを背景に入れまして作っております。今回は3色ですね。千社札っていう小さいお札サイズなので、その3色を使ってどんな表現ができるかなっていうことで、考えました。
昔は借款法の時代は軟弱紙の大きさの軟弱軟寸に、ね、軟弱軟寸に、500枚で、例えば何文目というような紙の注文が1枚2文目とかっていう注文があったんですけど、最近は何センチに、何グラムとか、それにさらに変わったことはマイクロメーターでこう測って、そして100分の10ミリとか20ミリとかバラバラの厚さの注文が来ますんですね。それから大きさも違う、厚さも違うんで、その都度大変ですね。でもなるべく極厚に合わせたいために、もうちょっと厚いとか、もうちょっと薄くしてくださいって言われると、それに応えるために一生懸命やってはいるんですけど、相手が水の中の仕事ですから難しい仕事だと思います。5回や10回擦り込む程度のなら、どういう紙でもいいのかもしれませんけど、私の紙はもう多色ずれで多いのになると200回以上、300回でも、色を重ねて擦り重ねて多色ずれやるんですね。この紙作りでないとやっぱり、そういう最高の版画ができないんですね。江戸時代当時はですね、絵師、彫り師、摺り師という分業制だったんですね。で、絵師として有名なのが葛飾北斎とか歌川広重になるんですけども、その、絵師が描いた絵をもとにですね、彫り師が、こういった、形で版木に彫るって作業をやるわけですね。でその後に、摺り師、私のような職業の摺り師が、絵の具を乗せて紙を乗せてバレンでこすりつけて色を写すという作業をやって、出来上がったのが、こちらのような、浮世絵になります。浮世絵として今現在ではね、こういう形で残ってまして、彫り師、摺り師も残ってるんですが、江戸時代当時は、印刷業の全てがこの木版で、やられてましたので、芸能人のゴシップ記事のやつですとか、あとは商店街のチラシですとか、そういう印刷物はもう全てこの木版印刷でやられてましたので、当時は相当な数の彫り師、摺り師がいて、いろんな仕事が、あったと思うんですけども、現代では、その芸術的なものだけが残って、浮世絵を、彫ったり摺ったりする彫り師、摺り師というのが、現在では、数が少なくなりましたけども、数十名いらっしゃるという状態です。で、まず浮世絵を作る工程なんですけども、この絵で言いますと、輪郭線が、黒ですね。で黒い輪郭線が、これは最初に絵師が描きます。この絵で言いますと、東海道五十三次ですので歌川広重が、こちらの絵を描いているんですが、その歌川広重が実際に描いたものというのは、
この黒で書かれている輪郭線のところのみになります。あと他の部分の色はつけてません。で、その色というのはこの広重さんの頭の中にこう入ってるんですね。こんな感じだというイメージは絵師の中にはできてるんですが、実際筆を取って描くのはこの輪郭線のみになります。でその輪郭線を描いたものをですね、まず板に逆さにしてこう貼り付けてしまうんですね。でその輪郭線通りに彫り師が彫ります。でそうすることによってもその初めの絵師が筆を取って描いた絵というのはその時点で消滅してしまうことになります。でその輪郭線をもとに今度は競合刷りというんですけども、その彫られた板をもとにですね、それを墨で一色でするとその輪郭線がこう量産できるようになります。でその輪郭線の描かれたものを量産するようになったら、今度その輪郭線をまた逆さにして板に貼り付けてしまうんですね。でそうして例えばこの端の部分は黄色で塗られてます。でこの黄色の部分に当たるところの輪郭線から外側を全部彫ってさらってしまうんですね。でこの部分を黄色に刷りなさいという指示が絵師の方から出ますので、それでこの黄色の部分だけになっている版木というのが完成して黄色で刷れるようになります。でそういったのを各色ですね、この絵で言いますと3度数で言うとおそらく16、17回ぐらい刷りますので、まあ、それぞれの色のパーツに合った版木が彫られて刷られていって、最終的には広重さんがイメージしていた通りの絵として完成させるということで、絵師、彫り師、刷り師の連携によって初めてこういった浮世絵木版画というのが出来上がることになります。浮世絵の良さっていうのは、まあ、他のイラストを描いて描くのとはちょっと違うなっていうふうに思ったのは、描き方がやっぱり浮世絵っていうのは限られた色の数で、輪郭線を全部描くんではなくて、その背景にはその色線っていうんですけどね、それは青だったら青を背景に入れるっていう、その表現がすごい面白いなっていうのが、まあ、一つあったり、美人画を自分で色鉛筆で描いたものがあるんですけど、それ一回展示会やった時に思ったのは、浮世絵って表面的ではなくて立体的になる、目の錯覚なのかもしれないけど、なんか丸くのその着物のところが浮き出てる感じがしたのは、光に対して乱反射するからなのか、あとは浮世絵だと板に対してこう押してくるじゃない。そうすると細かい凸凹があると思うんですよね。それが光の加減で立体的に見えるんじゃないかなっていうふうに、だから普通の絵とはちょっと違う気がするんですよね。だからそういうところは、まあ、描いてて面白いし、一つ一つ発見があるので、いい表現ができるんじゃないかなって思いますね。まあ、今回ご依頼いただいた千社札を作ることになったんですが、これはやはり富士見野市と富士見野市のキャラクターある富士見というのを皆さんに広く知っていただきたい、富士見野市の魅力を伝えたいという意味で制作させていただいておりまして、まあ、これは江戸時代やはり非常に浮世絵というか木版画としては重要な役割を果たしていたので、今木版画っていうのはほとんど、まあ、いわゆる美術品アートとしての役割が多いんですが、まあ、今回は富士見野市アートフェスタの宣伝というか広告になりますが、まあ、こういった昔ながら江戸時代で使われていた役目をしていた木版画の在り方っていうのも我々としてはやっていきたいので、今回こういったご縁をいただいたっていうのは非常にありがたいことなので、アートとしての浮世絵っていうのももちろん大事ですし、これからもどんどん続けていきますが、まあ、これからそのお店の宣伝だったり会社の宣伝だったり、もしくはその地域の宣伝だったりっていうものをどんどん木版画で伝えていきたいなというふうに思っておりますので、その辺も私自身も非常に楽しみではあります。